前田慎太郎は、日本の政治家。山口県下関市長。元下関市議会議員。山口県下関市新地西町生まれ。下関市立桜山小学校。下関市立文広中学校。山口県立下関西高等学校。長崎大学水産学部卒業。大学卒業後、25歳で山口県に帰郷し。 友田だ山口県議会議員の運転手となる。2003年に安倍晋三の地元事務所に入所。安倍の秘書を7年4ヶ月務めた。2011年1月30日に行われた下関市議会議員選挙に自民党公認で立候補し、初当選した。2期目の任期途中の2016年12月、翌年の下関市長選挙に出馬する意向を表明し、 下関市議を辞職。2017年3月12日に行われた市長選では、自由民主党の公認と、安倍晋三首相や安倍昭恵の支援を受け、山口県選挙区選出の林義政、参議院議員に近い現職の中尾智明と、元市議の松村誠郷を破り、初当選した。選挙戦では、地区年以上の現下関市役所長者の取り壊し、 取り壊し、跡地への新庁舎の移築、市内を走る全バス路線への IC カード導入、下関駅、バスターミナルの整備、あるカポート、地区周辺の再開発や、沖合人口等、長州出島の企業誘致などを公約に訴えた。3月27日、市長就任。当日有権者数、225,864人、最終投票率。 47.09%、同年7月、経済産業省省取引監督課課長補佐の吉田直樹を下関市副市長に起用した。2019年3月18日、下関市立大学の新理事長に、元副市長の山、村重明を任命すると発表した。2021年3月14日投開票の同市長選挙で、 元市議の田辺義子を破り再選。当日有権者数216,871人、最終投票率 37.52%2019 年11月8日の参議院予算委員会で支出金額が増加の一途をたどる桜を見る会について田村智子が安倍晋三首相を追求。それ以降、安倍が桜を見る会に 講演会関係者らを多数招いていたことが国会で大きな問題となった。選挙区内の寄附行為の疑いが持たれる中、前田は同年11月18日に行われた定例記者会見で次のように質問に答え、安倍首相を擁護した。自分が何十年も頑張って応援してきた第二子がトップを取って招待状が届いて、やっぱり、 今まで応援してきてよかったなっていいじゃないですか。そういうなんか、人情的な感覚というのは抗金を扱って、ルールに則っ,って正しくやっていく中では、あまり言っちゃいけないのかもしれないけど、そういうのもあっていいんじゃないですか。やっぱり70、80歳のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、ネクタイピシッと締めて、着物着て、人生一番の大勝負で、新宿御苑に向かうんですよ。 あの時、あの喜んで行っている姿を見ると地方を元気にしてくれている回だなと思っていました。ああいう、全く嘘の情報を流している野党を追求してくださいよ。変な伝票出てきたり、全部作りネタじゃないですか。おかしいですよ。下関市長定例記者会見における、前田慎太郎の答弁、二0 1九年十一月十八日、同年十二月十一日、 下関市は、前田の発言に対し全国から278件の意見が寄せられ、うち272件が批判的な内容であったことを明かした。前田はこの日の市議会一般質問で、選挙に貢献した方々について、利益供与はあってもいいということになるかと問われたが、間違ったことは言っていない。謝罪する気持ちはありませんと態度を崩さなかった。ありがとうございます。